で今回は男子必見、女子が喜ぶホワイトデーのお返しは、イエーイ、ということで、まあ、バレンタインでも終わりまして、うん、次はもうホワイトデーが待ってます ね、3月、うん、皆さんね、何をあげたらいいか、うん、こう悩むと思うんですよ、うん、そうそう、それを女子の意見でね、うん、教えてあげたいなと教えてあげたいね、あげたいなと思います、はい、そう、じゃあちょっと義理チョコをもらったお返しに何をから考える、うん、から考える、えー、何やろ、義理チョコやったら、うん、それやったらクッキーとかそういうお菓子系のお返し物じゃなくて、確かに軽く、あ、ありがとうってもらえる、うん、ちょっと高価すぎても、うん、ちょっと申し訳ない気持ち、うんうん、そうやから、でもそもそも義理チョコとしてもらった男の子に渡す義理はあるのかっていう、うん、あ、お返しを、うん、あ、なんか確かに別にお返し求めてるわけではない、うん、そうなんですよね、だからなくてもいいけど、うん、あった方がいいのかない方が嬉しいのかとかってあります？逆に、ギリやのにもらっちゃって申し訳ないみたいなってあります？でもお互い気持ち気持ちでいいんじゃない、うんうんうん、って思うけどね、私は、うん、でも渡した方が気持ちいい、気持ちくない、うんうん、ない方が嬉しいはないと思う、あ、そっかそっかそっか、もらったら嬉しいし、そうだよね、逆になんかこれもらったら困るみたいな、めっちゃ高価なものやったら逆に困る、あ、逆にね、確かに気を使っちゃう、確かに、うん、じゃあもしやで、うん、その義理チョコであげた、まあ、男の子がいたとします、うん、でもうその男の子は義理やと思ってなくて本命やと思っ、本命ちゃうかみたいなふうに思っちゃったとするやん、その時になんかめちゃめちゃなんかすごいものをプレゼントされたらどういう気持ちになる、だからそこ難しいポイントじゃない、確かに確かに、それをもらったチョコをまず義理かどうかを見極めておかないと、そうやな、お返しが大変なことですまあでもありがたく受け取るけどね、多分結局、うんうんうん、何が来ても、しかもその子にとってはそれが例えばギリやったとしてもその子のことが好きやったら、うん、自分の気持ちとして渡してるっていうのもありますよね、確かにね、って考えたら、まあ、その子からの告白って受け取らなきゃですよね、そうなんか、確かに、うん、じゃあこれは男子が告白するタイミングでもあるってことじゃない、まあ、うん、そうですね、確かに、そうですね、あるよだとしたらやっぱりよりお菓子が一番無難な気がする、そんなにでもお菓子は嬉しいし、嬉しいし、物をもらってしまうとちょっと告白としてもらった時に、まあ、断られる可能性もあるやん、その時にさちょっと悲しくない、物によるけどね、そうさ、バッグとかもらっちゃったらさ、うん、そう、それこそさ、何学生とかやったらさ、文房具みたいなちゃんとしたもの、とかやったら普通に嬉しい、確かに、確かに、物やったら消耗品、あ、そうね、がいいかな、なんか今やったらさ、あのさ、可愛いさ、除菌のやつとかあるやん、とかもらったら普通に嬉しい、嬉しい、使えるし、そうね、確かに、じゃあ本命のチョコレートあげた人からどういうお返しもらいたいか、ああ、うん、付き合ってなくて、付き合ってなくて、でもこれ絶対本命やろなみたいな箱みたいな、ああ、はいはいはい、時とかあるやん多分、うん、そこまでもし自分がしたんやったらそれぐらいのちょっともう返してほしさはあるやん、でも本命あげるってことは好きですって言うってことじゃないですか、うん、だからなんか少女漫画みたいになっちゃうけど、うん、このお返しはチョコとか物じゃなくて、うん、返事だけでいいみたいな、って思っちゃう、ときめく、なんか一番欲しくない、それでもでも、うん、それはさ、例えばバレンタインに告白しててさ、うん、OK の返事が来るのはその日じゃないの、確かに確かに、1ヶ月ぐらい待たれへん、そうか2ヶ月なんか例えばさくらもちょっと少女漫画的な展開になった2月14日に好きです渡す、あ、僕も実は好きでした、うん、になっての1ヶ月後のあの時ありがとう、あ、付き合ってるってことね、付き合ってるのか分からんけど、ちょっとお互い、あ、好き好きやなって気持ちで、あの時のありがとうっていう、あ、その時のプレゼントってことか、そうそうそう、え、じゃあ逆に本命をもらっててもその日に返事をしてたらお返しをあげない方がいいってことですよね、絶対に、え、それはあげてもいいんですか、だからあげた方がいいんじゃない、違う違う、だってこう好きって言ってもらう男の子やつやん、好きって言ってもらいました、ごめんなさいってなるやん、でさ、そんなちょっと気まずいとするやん、あ、ごめんなさいは、いや、多分あげない方がいい、それはあげない方がいいか、あ、そうだね、え、でも女の子としたら、いや、ほのかはそれでも欲しいって思っちゃうんやけど、うん、それはどうですか、いや、断られたらもうもらってくない、振られた男の子からお返しもらうってことやろ、うん、ない方がいい、ちょっと辛いと思う、だってそれ振られたらさ、うん、ちょっとまだ私いけるかなって、そう、そう、思っちゃう、諦めきれへんから、それは気に友達として戻られへんかなみたいな、無理か、無理だよ、無理だよ、そんなことないか、だから
本当にそうやね、うん、無理なんか断った子には渡さない方がいいと思う。うん、うん、そう絶対期待を持たせちゃう。そう期待を持たせてしまう。で好きな子にはどうしたらいいんかな。その両思いじゃないけど。そうやな、ね、でも結局何もらっても嬉しい気がする。そうですね。でも何でもってほんまに何でもよくないやん。ほんまに何でもいいと思ったらどうする。消耗品で消耗品でも消えるもので。ほんまにでも本命なんやったらさくらは消耗品じゃなくてもいい、うん、でもなんかそれは付き合ってからの話じゃなくて。いやだからハンカチとか。あ、ハンカチ嬉しいとか。ちっちゃいシーとか。そうそう、なんか表には出えへんけど。そうそうそう、ちょっと身に持っとけるものとかは嬉しい。確かに。でもだから香水とかもらうのはちょっと重いかなって思う。確かに。ちょっとさ、やっぱ好き嫌いもあるし、なあ、ちょっと香水重い。香水は付き合ってからじゃないと。そうね。好みを完全に把握してたらちょっとわかるかもしれないけど。かもしれない。逆に NG なもの。 NG なもの。でも消耗品にもいろいろあるやん、うん、ちょっと汗拭きシートとかもらったら嫌やね。そうじゃないって感じ。そういうことじゃないよ消耗品って。なんか臭かったかな。そうそうなっちゃうから。そういうのは違う、うん、そういうことではなく、うん、消耗品っていうのは気軽に使えるもの。だから学生なんやったら、うん、ほんまにそういうシャーペン的な可愛らしいさ、うんうん、そういう文具系もいいと思うね。全然言うたら消耗品やそれも、うん、でもなんかさこのホワイトデーに返すもののお菓子のによってさなんかイメージ変わってくるみたいなのあるよな。なんかあるな。そうなんかそういうのとかさ、なんか女の子調べるタイプの子やったら渡さん方がいいやつとかありそう。はい、調べた上で上でちょっと選んだ方がいいかも。お菓子とかやったら確かに、うん、え、だからマカロンとかなんかマカロンとかキャンディーとかあるよな。なんか意味がいろいろあるらしいね。じゃ逆にお返しで花もらったらどう思う。花ちょっとロマンチックに花。ちょっとどう思う。量は量量量。じゃあ例えば一輪一輪やったらまあちょっとキザな感じかなみたいな。花束持ってこられたら。じゃあこうってない。これぐらいはそのぐらい本命渡してお返しこれ。でもその花どうしようとはなるよね。でも一輪からでもそれは付き合ってたらオッケーかな。ああ。それからもう付き合ってる関係性やったら、うん、でも付き合ってなくてそれはびっくりするけど、まあ嬉しい。めっちゃ嬉しい。自分のために見せてくれたんやって。ロマンチックではあるよね。うん、一瞬あって考えすぎるんやったら花ありかもしれない。逆に。なんか斬新やん。そう。確かに。その人の心には残りそう。そう。心残るし、そのずっと残るものじゃないや、花は枯れちゃうからさ。だからその、え、これいらんわって感じもしない気がする。確かに。ロマンチストなんだなっていう印象を与えると。確かに。それはそう。それはそう。もちろんそう。ロマンチストだよってなるな。それがでもその人に当てはまるかどうかわかんないけど、それがいいって思う人もいるやんか。確かに。サプライズみたいなさ。キザって終わるかもしれない。ロマンチストな人が好きっていう子にやったらいいのかもしれない。はい、じゃあバレンタインのお返しにご飯に連れて行くよっていうのはどう。ああ、そこからちょっとで、なんか2人で会うきっかけにする。いいよな。いいんじゃないですか。いい。かなり思いじゃなくても、じゃなくてもちょっとすごい頑張れる。ちょっと気持ちがあったら、えっいいのってちょっと嬉しくなりそうだから。お返しにって言われたらちょっと断りにくいしな。なんかそうそうそう、そんなお返しなんやったらみたいな感じになりそう。しかもそれに連れて行ってくれる場所が別に高価なとこじゃなくていいし、ちょっと軽く仲良くなれるきっかけになりそう。確かに。それ賢い。賢い。賢いな。それやん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 。お礼をしたいから、どこか出かけ、一緒に出かけようっていうのがベストかもしれない。これ見てる人たちね、頑張ってほしいですね。頑張ってください。お願いします。お願いします。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブチャンネル、フルチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。こんにちは、くーちゃんです。ちょっと悲しいお知らせなんですけど、今雑学を調べてたらですね、1日200本人は髪の毛を失っているらしい。ということで、グルメチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。